じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、今年も沢村賞、ね、発表されましたね、いち早く、はい、ということでオリックスの山本投手がこれ3年連続すごいことだな、はい、あの金田さんの記録に並びました、並んだという、ね、はい、史上タイトル、本当におめでとうだよな、素晴らしい記録だと思います、やっぱりね、今年は WBC があって、はい、調整っていうのはすごく難しかったと思うんだよね、うん、春先前倒しして調整をしながら、はい、WBC 行って帰ってきて、うん、シーズンに入るという、うん、やっぱ過酷だったと思うんだよ、はい、過酷な中で16勝6敗、はい、ね、まあ、見事な成績ね、そうですよね、はい、ただ実はその山本投手と競っていた投手がセリーグにいました、はい、東だろ、そうです、 DeNA の東和樹投手なんですけれども、はい、まあ、成績を比べるとさ、はい、まあ、東はシーズン24試合登板、はい、で山本は23試合ね、はい、まあ、1試合東の方が多く投げているという、はい、まあ、で同じ16勝、はい、で東は16勝3敗、はい、で山本は16勝6敗、はい、で防御率が東 1.98、はい、で山本が 1.21、うん、すごいな、でどっちもすごいですすごい、で完投数が、はい、東が4完投すごい、で山本が2完投、はい、まあ、ここら辺の差っていうのはさ、うん、やっぱ WBC の疲れとかそういうのを考慮したんだと思うよ、中嶋監督がね、もっといけた試合もあったけども、はい、やっぱ疲れて帰ってきてるから、うん、まあ、シーズン1シーズン持たすために、はい、まあ、早め早めで帰ってた時もあったよね、そうですね、はい、ただセ・リーグで4完投っていうのはこれすごいですね、まあ、今の時代を考えるとね、分業制になってからのことを考えると4完投っていうのは、はい、まあ、昔だったら、はい、そんなに4完投ぐらいでって言うかもわからないけど、はい、今だったらすごく褒められてたね、そうですね、ちなみにその沢村賞の完投数の基準っていうのは5完投っていうのが一応基準には5完投なの、もっとじゃない、はい、5完投以上っていうことになってます、うん、違うよね、 10? そうだよ、10完投が基準なんだよいや、ただな、時代的にそれはね、はい、やっぱクリアできないよ、もう無理ですよね、あ、まあ、分業制になってるしね、はい、だからその中で4完投と2完投、はいはい、だから4完投っていうのは立派な数字だというふうに考えていいと思う、ね、そうですね、はい、それから、まあ、イニング数、はい、で投げた回数、東が122回の3分の1、172回3分の1、はい、で山本が164回、はい、ということで、まあ、これも東の方が上行ってるよね、はい、まあ、1試合多く投げてるからね、あ、そうですね、はい、で三振数、はい、東が133、はい、で山本が169、はい、これも基準があって、はい、150個以上の三振を取らないと該当しないということ、ね、そうなんです、で勝率、はい、東が8割4分2厘、お、ね、で山本が7割2分7厘、はい、ということで、まあ、2人とも受賞してるんだけど、そうクリアしてます ね、まあ、だけど東の方が上行ってる勝率で、はい、この沢村賞の基準となるのが7項目あるんですけれども、はい、7項目のうち東投手は3項目をクリア、はい、そして山本投手は4項目をクリアというところで、はい、うん、実は先行でこの2投手が非常にこう、ね、競り合っていた、ね、でダブル受賞でもいいんじゃないかという声も実は選考委員の間では上がったそうなんです、はい、ただ、堀内委員長が、ダブル受賞も話題にはなった、甲乙つけがたいところまで行ったが、なんとか一人に絞ってほしいという私の希望を聞いてもらい、山本君が成績はナンバーワンだろうと選ばせてもらったと、ここは説明しています。沢村さんに対しても、はい、こうコメントがあるわけです。そうなんです、やっぱりその完投数とか今の時代になかなかそうできない数字っていうのもあるので、そこを基準を下げてみてはっていう、まあ、変えてみてはっていう意見も、まあ、ファンの間でもあるんですけれども、それに関して堀内委員長はやっぱりその数字を低くするというのは沢村さんに対してあまりいいものではないと、うん、そのまあリスペクトという意味で、まあ、そうだね、っていう、はい、そういうこともお話ししてらっしゃる。だから、ね、成績って見ると、はい、もちろん山本でもいいし、はい、東でもいい、うん、だからダブル受賞がいいんじゃないかって、うん、そうなんですよね、思うんだけども、はい、打者と対峙をしてて、はい、圧倒していくのはやっぱ山本なんだよね、あ、だから沢村さんのイメージが山本に被るんだと思うよ、
やっぱ沢村さんというのをバッターを圧倒していったピッチャーだからさ、はい、伝え聞くとね、うんうん、そう見たことないよ、ね、そうね、伝え聞くところによるとやっぱバッターを圧倒していくという、はい、東はどちらかというと打ち取っていくっていう、うんうん、で山本の印象っていうのはもう圧倒していく、うん、まあ、そういう意味ではやっぱり山本の方が沢村さんに近いっていうね、まあ、そういうものは印象的にはあるんだろうね。その数字プラスアルファの部分でっていうところなんでしょうね、うん、まあそうだね。あとあの山田久志さん、はい、山田委員は、まあ、今年は WBC があったので WBC に出た投手の調整は大変だっただろうと。で WBC で頑張った投手が沢村賞にふさわしい成績を残し堂々と受賞してほしいという願望があったということで、やっぱその WBC に出場したことも選考に加味したというふうに説明をしていると。まあ、ちょっとシーズンとはちょっと違うけども、うん、でも日本を代表して調整も苦労してして、はい、で優勝して帰ってきたわけだから、はい、そこら辺の考慮っていうのはあっても不思議ではない、うん、とは思う、うん、でみんな沢村賞を取った人たちが寄って集まって、はい、そういう意見を交わしてるわけでしょ、はい、だそれに対して何ら異論はないけども、はい、俺は心情的にはダブル受賞でも良かったんじゃないかなっていう。ただ東は圧倒していく感じではなかったけども、うん、まあ、その中で、まあ、防御率1点台だとかさ、はい、16勝3敗というね、素晴らしいです。3敗しかしてないっていうことを考えると、はい、ダブル受賞でも良かったのかなっていうのはね、うん、そうでしょうね、うん、ダブル受賞って言ったのは平松さんが言ったらしいそうなんですね。やっぱ OB かわいい、やっぱね、東のことも考えたんだと思う。そうですよね、うん、後輩だしね。確かにその心情はすごくわかる。だって数字的にもね、やっぱりあのダブル受賞しても申し分ない数字残してますもんね。ただダブル受賞っていうと沢村賞という権威という意味ではね、薄れていくんじゃないかっていう、うん、皆さんが取ったね賞の中で薄れていくのはやっぱり嫌じゃない、うん、だから山本っていうのもね、はい、WBC のこと考えたら本当によくやったよ。やっぱそうですよね。それとチームを優勝に導いてるわけだから、はい、10個の貯金を作るという一人のピッチャーでね、うん、で東も13の貯金を作ってるけども、はい、優勝には届かなかったという、うん、だじゃあ一勝の価値はどっちにあるかっていうとやっぱり山本っていう方に上がるのかなっていう感じもするし、うん、だから山本が取っても全然おかしくないし。そうですよね、うん、でも東が取ったら、うん、仮によ、うん、いや山本、うん、ダブル受賞でいいんじゃないかっていう、うん、なるよな。いやなるんだと思いますよ、うん、だから本当にね今年は難しかったと思うし、はい、やっぱ山本っていうのは立派だよな。いやまあそうです。2年連続のノーヒットノーランもやってるしさ、はい、で3年連続で、ね、そして金田さんの記録に並んだという、ね、はい、あの大投手にな、はい、まあ、それだけ故障しないというね、うん、まあ、そういうタフさも考えると、うん、受賞してももう本当におかしくないし。そうですね。でもその山本に迫った東っていうのもすごく立派だったと思うよね、うんうん、そうですよね、うん、あとやっぱり堀内さんがおっしゃってたのがやっぱバウアー投手を挙げて中4で中5でどんどん投げていく、これは日本の投手も見本としていいんじゃないかと。まあそうだね、はい、あの中6日上げて100球って言ってたらこれでは勝てる投手も勝てないっていうふうに苦言を呈していたということで、うん、まあそうだね、うん、まあやろうと思ったらできるんだよね、うん、ただバウアーがそういうことをやりだしてから、はい、各球団の監督たちが少しでも多く投げさそうとする傾向にあるよね今、はい、うん、だから100球っていうのはアナウンサー言ってるけど、うん、いやいやまだ変えませんよみたいな。そうなんですよね、まあ、そういう風な風潮になってきてるから、はい、まあいいとは思うけどもね。ただ科学的に見た時に、はい、100球で中4で回した方がいいのか、うん、中6日で120、はい、30まで引っ張れるのか、うん、これはもう科学的に数値は出てると思うんだよね、はい、その寿命という意味では、うん、肩って消耗品と言われるし、うん、だからどっちがいいのかっていうことをやっぱちゃんとしないと、はい、やっぱ選手生命に関わることだから、うん、 そうですね、まあ、そこら辺はもうしっかりね、はい、あの流されるんじゃなくて、うん、しっかりした数値を出した方が、うん、俺はいいとは思うけどもね。そうですね、うん、だけど心情的には、はい、なんかダブル受賞でも良かったかなっていうね、はい、
思いますね。思う。だからこうご覧の皆さんがね、はい、この数字を並べた時にどういうふうに考えるかっていうのをね、うん、ちょっと意見として聞きたいね。そうですね、コメント欄に、うん、あのぜひね、ダブル受賞別にあってもいいじゃないかとか、そういう年もある、うん、まあ、まあそうだね、はい、とか、あと例えばその住環境っていうのがじゃあ今の時代どうなんだろうとか、数字の見直ししても OK じゃないかとか、うん、いやいやそこは沢村さんの意見を残すためにそのまま今のままの方がいいよなど、皆さんのね幅広い意見もちょっと聞かせていただけたら、まあね、はい。でも本当にあの山本って、うん、もう押しも押される日本のエースに、はい、やっぱ東がね、うん、こうやって迫って、はい、そのダブル受賞でもいいんじゃないかっていう、沢村賞を取った人たちの中から意見が出たっていう、そのぐらいの投手になったっていうのが嬉しいね。いや、そうですよ、ね、うん、だから山本の牙城ってやっぱ高いんだなと思ったね、はい、うん、ただそのやっぱ3年連続っていうのは、山本投手ね今シーズンオフポスティングで行くっていうふうに言われているので、来年沢村賞を取るっていうことはもうないのかも知れないですけれども、れ いつか4年連続っていう投手が出てきたら、またそれは夢のある話ですよね。それはね、3年目で海外行く、うん、みんなそこなのか分かんないけどね。あ、そっか、まあでもね、山本投手はね受賞されて素晴らしいですし、東投手も本当に素晴らしい成績今シーズン残されたので、うん、そこはね非常に評価してもいいのかなって。本当だね、うん、でも本当に受賞したね山本、はい、3年連続、はい、おめでとうございました。